マテバ 2006M、マテバ 2006M、マテバモーデロ 2006M は、イタリアのマテバ社、MA、TE、BA、マッチネターモバラスティッシュが1980年代に競技用として開発し、1990年に発売した回転式拳銃、リボルバーである。マテバ社において競技用拳銃の開発を手掛けた、エミリオ・ギゾーニが1983年に発表。 発売した前作、待ては MTR-8 に続いて開発した回転式拳銃で MTR-8 のコンセプトであった重心の跳ね上がりを抑えるため重心を通常の構造の拳銃に比べて極力下側に配置したデザインにするという点を踏まえつつ MTR-8 で問題とされた通常のリボルバーに比べて操作性が悪く フロントヘビーで構えづらいという欠点を是正するために、通常のリボルバーと同じ構成としながら前述のコンセプトを追求したものである。この新型拳銃は1985年より MTR6 の名称で開発が始められた。MTR6 は MTR8 のシリンダー、回転式断層方式を踏襲し、全発を一括して相談できる専用の円形相談版。 フルムーンクップを用いて装填する方式とし、トリガー、引き金を髪型ではなく、トリガー後方のフレーム内部に支点を持った、スライドトリガーの一種とした。さらに、弾薬を装着した相談板を、グリップの底面に装着することで素早い、次発装填を可能とするように回収され、六発相談の断層を2機備えるのと同じ相談数があるという意味を込めて、 MTR6 プラス6と解明され、発展型として各部の構造を強化して、357マグナム弾としたものが、MTR6 プラス 6M の名称で改めて設計された。しかし、前作、MTR8 は専用の相談板を用いなければ装填も発砲もできないという点が大きな欠点とされていたことから、専用相談板方式を放棄して、 通常のリボルバーと同じく回転式層に直接装填する方式とし、さらにトリガーストロークが長い上に重いのでダブルアクションで発砲すると指の力が無駄に必要で銃の動揺が大きいという問題点があったスライドリガーを変更して一般的なレバートリガーに変更したものが1987年から1988年にかけ待てば2006の名称で完成。 最終的には38スペシャル弾に加えて357マグナム弾を使用するものとして 2006M と解消されて1990年より発売された。2006M は開発、量産ともに特に問題は発生しなかったが重心の跳ね上がりを抑えるという設計目的は達成されたもののやはり独特の構造から通常のリボルバーに比べて操作性が 他社の同意力の銃弾を用いるものに比べて大型の取り回しの悪いものとなった。使用弾薬を38スペシャル弾専用とした代わりに相弾数を7発に増加させた発展型である 2007S 開発されたがいずれも製造コストが高いことから高価な製品となり期待されたほどのセールスを獲得できず比較的少数の生産に終わった。2006M 2007S はセールス的には成功しなかったものの、その独自のデザインから銃器コレクターに陳情されており、いくつかの創作作品にも登場しているほか、オリジナルデザインの銃器のデザインモチーフとしても引用されている。本銃の経験を踏まえ、マテーバ社とエミリオ偽造には、シリンダーの振り出し機構を通常のリボルバーと同じく下方折り出し式とし、オートマチック機構を備えた。 発展改良版として、手はオートリボルバー、マては62以下を開発している。2006M の最大の特徴として、重心の跳ね上がりを抑えるために重心が、通常の構造の拳銃に比べて、下側にある、という独特の構造がある。リボルバー拳銃を含め、銃というものは通常は握っている手よりも上に、重心があるため、発砲時の反動によっててこの原理に基づいた。 重光の跳ね上がりが発生するが、本銃はこの跳ね上がりを最小限に抑えるために、通常のリボルバーとは重心の位置を逆にした構造とし、銃波、グリップと重心の高低差を減少させることで、極力手の位置と重心の位置を一致させ、発砲時の重光の跳ね上がりを抑制する設計となっている。通常、リボルバー拳銃では、シリンダー、断層の最上段に当たる、 一の弾薬が撃発、発射され、シリンダーの回転軸は、重心よりも低い位置にあるが、本銃は、シリンダー回転軸は、重心の髪型にあり、左右下段の弾薬が撃発される。このため、他の回転式拳銃では敗射や、装填時に、側面下方に振り出される、スイングアウトと呼ばれるシリンダーは、本銃では、シリンダーラッチ、シリンダー解放ボタンを操作すると、 左側面から髪型に振り出され、上に180度回転して、銃の真上に固定される。なお、シリンダーは、溝のない、ノンフルート型で、射撃時には左回りに回転する半時計回り、方式である。フレームはじめ本体は、酸化焼き入れ処理を施した構成で、重心多い部分、バレルシュラウドのみアルミニウム製である。通常、リボルバー拳銃の重心を交換するには、 銃本体をジングを用いて固定し、専用の工具を使う必要があり、さらに交換後は精密作業を伴う調整が必要で、設備のある場所と技術のある重口がいなければ交換が行えないが、本銃は専用工具を用いれば重心部を容易に交換できる構造になっており、専用のレンチをマズルキャップに噛ませて、買いだけで重心を脱着することができ、 用途によって自由に重心を乾燥することで汎用性を高める設計となっている。重心は2、2.5、3.1、3.5、4、4.5、5、6インチの8種類が用意されている。トリガーアップル、トリガーを引くために必要な力、およびトリガーストロークは調節可能で、トリガーアップルの標準平均値はシングルアクションで 950g、ダブルアクションで4。 7 0 0 0ムとなっている。小正、フロントサイトは上下に、消門リアサイトは左右に調節可能である。競技用という特性から精度を高めるためのオプションパーツも用意されており、さらなる重厚の跳ね上がり対策として重心部、先端両側面に取り付ける板状のエイトが存在する。の手の大きさに合わせて選択するものとして、グリップには大、中、 小、およびグリップレスと一体型のエルゴノミクス形状の、もの、計4種類が用意されていた。ウェブ検索にて、待てば2006メートルもしくは、待てば2007と検索すると、実在する 2006M、および 2007S ではなく、蒸気、広角軌道体の作中に登場する、m、M-2007 のトイガン、エアソフトンが、数多く表示される。これは、 模型メーカーのマルシン工業が、トグサの 10M-2007M、トグサ SMA、TBA、M-2007M として2008年に発売したもので、以後、仕様とパッケージを何度か変更しながら2016年現在も販売されている。このトイガンは、作中の設定に合わせて 9mm、パラベラ無断仕様とされている他は 2006M の6インチモデルと、 外観はほぼ同じだが、作中設定同様、バレルシュラウドの側面が掘り下げられてないこと、マズルキャップに重心交換用工具と噛み合わせるための穴がないことで識別できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。